これで4つの質問すべて終了いたしました。最初にお伝えしましたように短い時間ではありますが、最後に言い足りないことなどあるかと存じます。お一人2分にてアピールタイムを設けてございます。なお繰り返しますが、この公開討論会は選挙運動ではございませんので、ご自分への投票を呼びかけるような発言などはお控えいただきますようお願いいたします。では発言時間は2分です。東正蔵さんからお願いいたします。どうぞ。はい、今日ご質問をいただいた点というのは若干質において問題があると思っています。エネルギー政策の問題や消費税の問題、これは定流において同じ問題があると思います。これは国民の命そして暮らしに関わる問題です。これをどうするのかっていう視点です。 TPP の話っていうのは、これは例えば東京の人間にとってみれば安いものがいいものが入ってくれば、これはこれに越したことはありません。地域によって生産者の立場、消費者の立場、みんな変わってしまいます。問題はエネルギーと消費税増税、この問題は赤ちゃんからお年寄りまで、赤ちゃんにおいてはおむつから、小学生においてもノートにもかかるものです。そういう意味においては全ての国民に影響を与える問題です。エネルギーはの問題、とりわけ原発の問題は国民の命に関わってくる、そういう意味において一番大事なことは今の日本の政治の現状で欠落しているものですが、政治を決めるのは有権者の皆さん方なんです。有権者の皆さん方が自分自身の生活や命にどういうふうにこの問題に対して対処するのか、自分自身があることに対して反対ならば賛成を言っている政党には入れることができなくなる、こういうことを問いただしていかなくちゃいけない、そういうことが今回の選挙なんだろう。そしてここに関わっているものは、最後の一貫して私は申し上げさせていただいているんですが、中央集権体制、霞が関で全てを支配するっていう、そのもうその賞味期限はもう切れてしまっているっていう話です。地域のことは地域で任せる、そこに経済の活性化もある、その他も存在するということを申し上げて終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。続いて吉田俊夫さんお願いします。どうぞ。消費税の増税、これは絶対やるべきではない、国民の暮らしを壊してしまう、そういう関係からでありますが、皆さん今の消費税増税しなくても十分に財政は作れる、そのことは無駄を省く、大型の公共事業また復活しました。しかしこういう無駄遣いをやめさせること、軍事費用を削ること、また先ほどもお話ししたようなやはり政党助成金、今年で17年、5555億円、こういう皆さん、政党助成金、国民には負担を押し付けて、そして自分たちはこの政党助成金を受け取っているのに、ビタ一文削ろうとしない、この政治をやめさせることではないでしょうか。そして、さらに富裕層、お金持ちから大分の負担をしてもらう。消費税の増税と一体となって進めてあげた法人税の減税、そして金持ち減税、これは大分の負担をしてもらえば財政は十分支えられる、社会保障の財源もまた国の財政赤字もこれをなくすことができると私は考えます。それから原発再稼働をやめて、即時原発ゼロ、これはできるわけでありますから直ちに行うっていうこと、命の問題に関わります。いつどこで、大きな地震が起こるかわからない、こういう事態でありますので、あの福島を再び繰り返してはならない、そういう点では原発を直ちになくすこと、しかし今までのこういう政治続けてきたのは戦後60年間長く続いてきた自民党の古い政治、これをやめさせる、大金を優先、アメリカ以来の政治がこの TPP の問題でもありますし、この消費税の増税でも財界の後押しによって作られる、原発もそうです。このようなことで
古い政治をやめさせて新しい政治に切り替える、そのことだと思います。はい、ありがとうございました。ここで、東さんが、ご公務のため、退出されます。お忙しい中、本当にどうもありがとうございました。はい、続いて、柿沢美都さん、お願いします。どうぞ。はい、前向きなポジティブな未来を語りましょう。一人一人の国民が持っている世界一優秀な力を信じたいと私は思います。ソニーという企業がどういうふうにして生まれたのか、トヨタという会社がどのようにして立ち上がっていったのか、国の補助金でこうした企業が成長したわけでは決してありません。普通の方々が自らの足で立って、そして自ら考え行動して日本の高度経済成長を引っ張ってきたんです。それがいつの間にやら霞が関が官僚統制中央集権のこの国の形を作り出し、そして今や民主党政権で100兆円という過去最大の予算まで膨張させてばらまき財政を進めてきた。後に残ったのは成長しない経済と1000兆円の借金の山だけです。だからこそ私たちは今までの官僚統制中央集権の大きな政府をやめて、民間主導地域主権の小さな政府を作っていく。そして一人一人の国民がかつての高度経済成長期のように新しい産業を作り、新しい企業を立ち上げる、そうした創意工夫やイノベーションを全国各地で起こしていく。それこそが日本を経済を成長させ、そして成長国家として蘇っていく、そのような国の形だと思っています。このようなポジティブな未来を語り、そして日本を右肩上がりの成長国家に生まれ変わらせていく、そうした政策と理念を持つ、そうした政治勢力が今こそ必要とされているというふうに思っています。私たちはその先頭に立ってまいりたいと思っています。はい、ありがとうございました。では最後に秋元司さん、お願いします。はい、どうぞ。今現在日本に漂っているこのやっぱり閉塞感というのは、残念ながらバブル崩壊以来ずっとこのデフレが進行してきた点にあろうかと思います。この20年間何度か景気回復局面はありましたけども、実際問題我々にとってこの景気回復なんていうのは実感されなかった。それはまさにデフレでありますから、まずこのデフレを脱却して、そしてデフレを脱却しただけじゃ、またいわゆる金融緩和をしただけじゃ、なかなかこれは所得に還元されませんから、そこは今厳しいこの需給ギャップがある中で、多少なりともこれは財政出動しながらとにかく需要を作ってくる、この方向に持ってまず今日本の国難を乗り切るしかないと思っています。その先に当然国としてもっともっと外にも視野を向け、海外の需要をどう取り込むか、そういった視点からそれぞれ日本人が切磋琢磨していかなくちゃいけない、いわゆるこのものづくりの分野、今以上にもっとイノベーションを駆使し、そして伸びる成長する分野を集中し選択をし、そして単なる大量企画生産型じゃなくて小ロットでもいい、この高付加価値のあるものづくりを行い、合わせてサービス産業においては、今日東京は2020年東京オリンピックパラリンピックを招致を求めています。国際の祭典を日本で招致をし、瞬間人口でもいい、パッと日本を人口を増やす、そういったことをすることによってサービス産業も発展させる、そういった方向にこの国は向かっていくべきであろうかと思います。とにかくここ20年間ずっと日本は縮小縮小ということの中で、実は民間企業もいわゆる役人化になってしまったわけでありますから、もっともっと自由度を増し、明るく前に向かって進む、そういった社会実現、最終的には行政体も私は同州制というものをしっかり導入をして、これはまさに地方主権国家から地方に、しっかりと地方のことは地方でということをできる社会というのが私は実現すべきであし、まさに面白い地方を作ってくる、これが一番だと思っております。以上です。はい、ありがとうございました。これで東京15区衆議院議員選挙公開討論会は終了です。本日は、大変お忙しい中ご出席いただいた立候補予定者の方々に、改めてお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。